してアルバムを見ると思い出はあの時へ帰っていくわ。ただただ西蔵様に彩られた私の青春時代。この写真だけは許せない。スーと一緒の時でもこんなににっこり笑っている西蔵様なんて、どうして。わしの愛しい西蔵様、この写真だけがわしの唯一の青春の思い出じゃ。りりしいお顔なさって許せん。もうこの隣にはあの乱のやつが、西蔵様はなぜ桜の下なんかで乱とにっこりして戯れておるのじゃ。はいか、乱のやつめ、スーさえいなければ私は西蔵様と結ばれていたかもしれないのに。はいよ、食ってる時はカバ丸も静かでいいや。ええ、でもおじさん、院長と王局の園長がライバル関係だからってこうまで両校が憎み合うわけがないでしょう。ああ、そりゃそうだ。これにはもう一つ長い長い因縁があるんだよ。因縁？両方の学校の PTA 会長だよ。 PTA 会長っていうと金玉は代々目白家の？あ、王局は確か前島家が。そう、そういうわけよ。前島家は前島コンツェルンとして、目白家は目白財閥として日本に君臨しとるだろう。そうか、両家の勢力争いがそのまま学校の中にまで。それがいつしか交付になったんだよ。そんなことで憎み合うなんてバカバカしいよ。そんなの僕は大っ嫌いだ。大っ嫌いよ。大嫌い。だがいよ。今大嫌いだと言ったのは誰でい。あ、お前か。もしやお前か。何を考えて焼きそばを食ってんだこいつは。勘違いばかりして。くそー、あの親父め、なんで殴られなきゃなんねんだ。焼きそば屋の親父じゃなきゃただじゃ済まねえとこだぜ。やっぱり痛えや。ん？まあいい。バチ、今日はついてねえや。前には振られちまうし。くそー、なんて日だろう。前のやつ、カバ丸くん、どうして靴履かないの？なんて昔上がるからクソ。仕方ねえよな。しかしうまくいかねえな。おはようございます。おはよう、しずね様。気をつけたまえ。いやー、すまんすまん。見ろ、くしょー、靴を履っとこうなるんで。危ないところだったね。どうもありがとうございました。怪我がなくてよかった。ちっ、なに、危ないところだったね。それにしても結構すばしっこいじゃねえか。しずね様とお話ができたわ。夢みたい。ああ、しずね様のあの気品の半分でいいからカバ丸に会ったらな。私だってカバ丸のこと嫌いになんてならないのに。ん？そうか、なるほど。しずねのようにね。ん？目白くん、顔色が優れないようだね。昨夜遅くまで本を読んでいたせいでしょう。君は本ばかり読みすぎるんじゃないか？はい、しかしアインシュタインに関する本をちょっと。ほう、アインシュタインか。ん？店長、どうかしたのかね。いえ、誰かが僕を見つめているような気がして。あ？気のせいだ。勉強のしすぎですよ君。はい、なるほどな。よ
よし。出席を取る。浅野。はい。荒木。はい。淡口。はい。伊賀の。伊賀の影丸。うん？欠席かね。うん？お。お。遅くなりました。矢野くん、ダメ。はい、昨夜遅くまで本を読んでいたものですから。ええ、あん入りシューマイに関するちょっとした美味しい本を見つけまして。なに？あん入りシューマイですよ。なんだそれ。美味しい本でしたよ、実に。いや、大久保舞君、おはよう。今日は顔色が優れないようだが、やはり昨夜は読書でも、それでは食事でも。授業を始める。なかなか美味しい。終わった。なぜだ、なぜあの伊賀の院長は理解できない。私は院長のお気持ちがわからない。くーあ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 すむちゃん、あー早く止めて。あー今日は自習にする。一体どうしたんだ伊賀野くん。なんかちょっと変わったようだけど。君たちは人の観察力に欠けるようだね。え？大久保舞君の好みのタイプに変身してみただけなんだよ。これも人を見抜ければこそさ。あ、舞さんだ。ちょっと失礼。あれ。舞君、一緒に帰りましょう。舞さんって歩くのが早いんですね。はい。昨日ぶったりしたこと本当にごめんなさい。え、それじゃあ。だからもうそれ以上変なことしないで。いけねえ。やめて。だってそれは前が俺が沈めみたいだって自分で。お願い。ない。生徒会長野々草薫をもってしても伊賀のカバマルは落とせなかったようだな。まさか私まであなたの鞭で。女を叩くほど私の鞭は愚かではない。いよいよ私の出番のようだ。変なことやめてって。それじゃどうすりゃいいんだよ。それともまだイメージがつかみきれてなかったのかも。突然すまなかった。君の腕が知りたくてね。私に協力してもらいたい。